どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆきです。今回はですね、サムネとタイトルにある通り、とあるカードをついにゲットしましたので、そちらをご紹介したいなと思っております。それでは行ってみましょう。それでは早速カードのご紹介といきますか。購入したカードがこちら、ブルーアイズホワイトドラゴンのレディーフレアになっております。そしてですね、状態は超歴戦なんですけど、お値段の方がなんと25,000円でゲットすることができました。スリーブから出すとですね、こんな感じになっております。カメラ越しだとですね、ちょっと状態が分かりづらいかとは思うんですけど、幸いにもですね、このイラストのところはあんまりですね、目立った傷はないんで、今回このカード買ったような感じですね。で、目立つ傷というところがですね、ちょっと右上が折れてるんですよね。折れがあったり、当然四隅がですね、ものすごく白欠けが激しくなってるような状態ですね。僕個人としてはですね、まあ、この状態で2万円台で購入できるなら結構いいんじゃないかなと思って、今回購入を決断したところになっております。なかなかショップでもですね、もう5、6万円からとか、メルカリとかでもですね、まあこの状態でも3万円、4万円とかですね、ザラにあってですね、でしかもやはりこう1万円以上するカードを購入するときに、ちょっとネットで購入するのは怖くてですね、実際自分の目で見て納得できるものをですね、購入したくて、ブルーアイズのですね、レリーフを今までは買わなかったんですよね。こう見ると背景の渦巻きの彫りがすごいですね。やっぱりブルーアイズのレリーフはですね、コレクターからすると1枚はですね、いつかは手に入れたいカードというようなポジションだと思うんですよ。当然僕もですね、昔から欲しいなと思ってたものの、なかなかですね、金額的なところで購入することができなかったんですよね。たまたまこれ今回カードラボで買ったんですけど、ふっと立ち寄った時にですね、このカードを見つけて、2万円台なら結構いいんじゃないかと思って、その日に購入しようかなと思ったんですけど、財布に当然2万円も入ってなくてですね。で、なおかついきなりこんな高いカードですね、購入したのがバレると奥様からですね、怒られるかなと思って、その日は買わずに、帰った後にですね、ブルーアイズが結構安く売ってたけん買おうかなみたいな感じで、ちょろっとジャブを打つとですね、ボーナスも出たけん買ったらいいんじゃないみたいな感じで、背中を押していただいたので今回購入しました。なので普通のタイミングだったらですね、購入してないかとは思うんですけど、まあ、僕も一サラリーマンとしてですね、半年に1回のボーナスが入ると、まあ、自分にご褒美をあげるじゃないですけど、自分へのプレゼントとしてですね、今回このレリーフを買いました。これまでですね、シングルカードを買ったカードで一番高額だったのがですね、多分1万円ぐらいだったと思うんで、金額の更新をしましたね。2万5千円ですよ、皆さん。さすがにですね、このカード3枚揃えるのはちょっと厳しいので、積極的に2枚目、3枚目を探すことはないかなとは思うんですが、まあ、今回よりもですね、かなりリーズナブルに買える時があればですね、購入したいなと思っているカードになっています。ちなみにブラックマジシャンの方はですね、持ってるので、あとはですね、レッドアイズのレリーフは持ってないので、まあ、どちらかというと、レッドアイズのレリーフをですね、いつかは手に入れたいなと思っているところになっております。この動画をご覧の皆さんはいつか手に入れたいカードとかはありますかね？もしあればコメントとかで教えてもらえればと思います。かっこよすぎる。以上がですね、今回購入したブルーアイズのレリーフのご紹介となっております。状態はですね、結構もうスーパー歴戦になるんですけども、個人的にはかなり満足できる一枚になっております。次回以降はですね、また特化品のご紹介とかそっちの方になるかと思いますので、ぜひ引き続きご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。